浮上は1月6日新型2008の EV E-2008 フュージオット E-2008 をフランス本国で発売した。プジョー2008は2013年春スイスで開催されたジュネーブモーターショー2013で発表された欧州 B セグメントサイズの小型クロスオーバー車だ。初のモデルチェンジを行い登場した2世代目モデルの新型2008に設定されるのが EV のプジョー E-2008 となる。プジョーが属する PSA グループは2023年までに全モデルへの電動パワートレイン車の設定を計画する。この計画に沿う形で新型2008にも EV がラインナップされた。プジョー E-2008 はプジョーが属する PSA グループの ECMP と呼ばれる電動モジュラー車台をベースに開発された。EV パワートレインはモーターが最大出力 136HP 最大トルク 26.5kgm を引き出す。バッテリーは蓄電容量が 50kWh と大容量だ。1回の充電で最大 430km NEDC 計測の航続を可能にしている。バッテリーの充電は一般的な出力 7.4kW の充電器で8時間だ。出力 11kW の充電器を使えばおよそ5時間で完了する。出力 100kW の急速チャージャーを利用すればバッテリーの 80% の容量をおよそ30分で充電できる。プジョー E-2008 は3種類のドライブモードを持つ。エコ、ノーマル、スポーツだ。このうちスポーツではパフォーマンスが重視される。最高速は 150kmh だ。 E-2008 では通常はセレクターを D にして走行する。セレクターを B にするとアクセルを戻した際より強めの回生ブレーキが作動する。プジョー2008新型の EV E-2008 E-2008 には EV 専用デザインのフロントグリルやフロントサイドパネルとリアゲートの E エンブレムが採用される。 GT グレードではアルカンターラ仕上げの専用シートを装備している。 E-2008 にはコンパクトなステアリングホイールと新しいヘッドアップディスプレイを備えた最新バージョンのプジョー 3D アイコックピットを搭載する。ヘッドアップディスプレイは情報をドライバーの視線の先にホログラム形式で投影し安全性を引き上げる。センターコンソールには10インチのカラータッチスクリーンを装備する。 EV パワートレインの状態をリアルタイムでアニメーションを交えながら表示する。トムトムトラフィックには 3D ナビゲーションを接続。ミラーリンク、Apple、CarPlay、Google、Android Auto との接続を可能にするミラースクリーンが標準装備されている。プジョー2008新型の EV E-2008 プジョー E-2008 には EV 専用の新サービスを導入する。フジオットアプリを使えばユーザーは E-2008 の充電時間、ヒーター、エアコンをドライブ前に設定したりバッテリーの充電レベルを遠隔で確認したりすることができる。EV チャージは家庭用またはオフィス用のさまざまな充電ソリューションをユーザーに提案する。電気設備を評価する診断サービスや充電機器のインストールも行う。ヨーロッパ全域の公共の充電ステーションへのアクセスを支援するフリーツームーブサービスを利用してドライバーは充電ステーションまでの距離、充電速度、電気料金などの条件に合う充電ステーションをあらかじめ選択できる。
Easy Mobility では、旅行プランナーとして、フリーツームーブサービスを利用した旅行計画を立てることを支援する。コネクテッド 3D ナビゲーションに送信されたルート上の充電ステーションの位置を考慮して、最適な走行ルートを提案してくれる。シティパスでは、必要に応じてエンジン搭載車をレンタルできる。e コーチングでは、マイピュージオットアプリを利用して、ドライバーが自分の運転を最適化する方法などについて、アドバイスを受けることができる。